信玄の槍を崩す。信長殿との戦いはこれまでもなく苦戦をしない。お前はもう用済みだ。
滅ぼし、そんな悲しみすらなくしてね、何を企んでいるの。Thank you.
何を企んでいる
を滅ぼし、そんな苦しみすらも必死でも無限の何を諦める。
勇者に対し異界から解放された。そこで再会したのは死んだと聞かされていた弟の義明だった。義明、生きていたのですね。よかった。もはや我の技術から逃れることはできぬ。その体、もらい受ける。Thank you.